お茶作りを体験したのは嬉野市の等々力小学校の3年生およそ30人です。この体験は子どもたちに農業の大切さや特産の嬉野茶を知ってもらおうと JA 佐賀が毎年行っているもので、子どもたちは初めに地元の茶畑を訪れ、一枚一枚慎重に茶葉を摘み取りました。その後、手もみ体験などができる施設に移動し、摘み取った茶葉を釜を使って手入れして、茶が出来上がる工程を学びました。初めてしたけど楽しかったです。プチプチというところの感触がすごく楽しかったです。摘み取った茶葉は今日、釜入り茶として完成します。